こんにちは。帰ってきました。 SK2 スタジオによる VS シリーズ上映会へようこそ。 VS シリーズというのは、うん、SK2 スタジオが著名な監督やプロダクションとコラボして、うん、世界的女性アスリート6人組にスポットライトを当てたアニメーション作品のことです。そうなんでございますよ。それぞれのエピソードではアスリートが社会的なプレッシャーと戦う様子がね描かれておりまして超かっこいいんだけど、うん、SK2 はこの作品を通して SK2 のブランド信念、うん、Change Destiny 運命を変えようというメッセージを伝えているものでございます。ハロー SK2 スタディオ、どうもヒカキンです。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ヒカキンさん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いいたします。お元気ですか？お願いします。元気です。あ、元気そうね。よかった。何よりです。今日本は朝ですもんね。朝の、まあ、お昼ぐらいかな。お昼ぐらいですね。はい。お昼ご飯は食べたんですか？はい。さっきあのサンドイッチとおにぎりをがっつり食べました。あ、すごい食いしん坊なんだから。食いしん坊なんだから、もうプンプン取ってきました。ちょっとあのヒカキンさんを困らせてみましょう。そうですね、失礼いたしました。はい、込みます。さあ、それではですね、ヒカキンさんとこれからは一緒に VS シリーズを見ていくという形なんですけども、はい。はい、なんか、はい、ヒカキンさんがね、お気に入りの VS シリーズがあるということで。うん、あ、そうなんですよ。もう本当に全部すごいクオリティで、はい、まあ、迷っちゃうんですけど、僕の中でやっぱり一押しがこの VS プレッシャーですね。プレッシャー、はい。なんでこのエピソードが好きなんですか？もうこれなんか見る前になんか全部話しちゃいそうで怖いんですけど、はいはいはい、あの本当に僕これ 何もこう聞かないで見たんですけど、うん、なんか普段僕が感じてることがそのまま映像になったみたいな感じだったんですよ。じゃあもう共感の嵐って感じだったんですね。であ、そうですね。なのでもう序盤でもう僕号泣しちゃったんですよ、家で。なんか僕が人に言おうとしても言えないことがこの映像で全部なんていうんですかね、伝わるみたいな作品だったので、はい、なんかまさかこの一つの作品で こんなに短いあの動画で泣くって思ってなかったんで、びっくりしたんで、本当にあのぜひ隅々まで見てほしいです。やっぱりね、ヒカキンさん もう毎日プレッシャーを感じてらっしゃると思いますけど、うん、こちらのじゃあその VS プレッシャーを見たら、はい、ヒカキンさんの気持ちもね、もしかしたら皆さんね、分かると思いますけども、はい、あ、号泣された、ね、あ、じゃあもういろんな自分の過去のことだったりとか今のことだったりとかがうわーって思い出してきたってことですか？あ、そうですね。あとは、うん、あのやっぱりこうもうオリンピックのメダリストだったら、うん、なんかどこかもう僕なんかよりもはるかに強いメンタルなんだろうなみたいなのを思ってたんですけど、うん、まあ思い込みというか、そしたらみんなこうやってやっぱり同じ人間で、こういう恐怖とかそういうのに戦ってるんだなって思って、うるっときちゃったんですよね。なるほど。もうみんなが感じている戦いだったんだなっていうことに気づいてうるっときたっていう、この作品早速見ていきますか。もうここの今のお話をヒカキンさんからの、あの聞きお聞きしたら、もう早く見たくて見たくてもうしょうがなくなっちゃいますね。うん、はい、うん、さあ、あ、じゃあヒカキンさん、はい、お願いします。はい、それではスタート。本当にかっこいいんですよ、映像が。かっこいいんだけど泣けるんですよね。さっきと打って変わって本当にこう近未来というか綺麗なネオンの映像なんですが、かっこいいですよね、映像が。本当映画見てるんじゃないかなっていうくらいのクオリティなんですよね。これエレベーターになってるんですよね。あなたは石川かすみ。どこに向かってるの？最高の大このね、
声が優しい声なんだけどすっげえ怖いんですよ。ちなみに僕はここら辺で泣きましたね、家で。ただただ大好き。すでに。それだけだったな。そう、この黒い風が今だって卓球しかないキーになってくるんですよね。行けるところどこまで。どこまでも行けるって思ってた。プレッシャーとか感じなかったし。若い頃のね。この調子のいい時の自分が思ったらこう逆にプレッシャーを楽しんで楽しんでたの。本当にうるさいの。そう言い切れる。自分に聞くべきことがたくさんあるはず。何が正しくて何が間違っているか自分に聞いてみたら。そろそろ夢を見るのも終わりかも。諦めた方がいいかも。いろんなね思いが自分の中で渦巻いてるっていう感じなんですかね。ここで落っこちてっちゃうんですよね。いいの？ここで終わって。これが限界なの、カス。プレッシャーに負けるの？いろんな捉え方があると思うんですけど、僕はまあこれはもうスポーツ選手で言ったらスランプとか、まあ、ここで負けたらもう次に行けないみたいな時なんだろうなと思って僕は見たんですけど、ここでやめるの？もう終わる？諦めていいの？私は絶対に諦めない。こっからなんですよね。そこを殺到して何とかよじ登っていくのかなとか思ったら、もうそれどころかもうすごい勢いで登っちゃうっていう、ここが好きでしたね。やっぱりみんな同じ人間なので、うん、まあ本当に負けたことないようなトップアスリートでもやっぱりああいう人間らしい戦いをしてるんだなっていうのを僕も今回学ぶきっかけになったので、うん、で僕も本当になんかあんな感じの夢をしょっちゅう見てるんですよ。あ、そうなんですか？あんな怖い夢を。そうなんですよ。お前 どんだけ悪夢見てるんだよってくらい本当にあんな夢をしょっちゅう見てて、はい、っていうくらい、まあ、僕もなんかいいよな、なんかこういつもニコニコしてていいよなとか言われるんですけど、はい、いや案外プレッシャーあるからねみたいな、まあ、わざわざ言いたくはないんですけどそうですよね。これいい機会だなと思って、はいうん、僕も全然普通の人間で結構戦ってるので、はい、まあ、今辛いことがあったりとか、まあ、今こういうご時世でもあると思うんで、うん、まあ、みんな頑張ってるんだっていうのが本当に伝わってくる、ムービーだと思うので、ぜひぜひ何度も見てみてください、うん、
はい、さあここでですね、モデル、女優、そして VS シリーズのファンでもある谷まりあさんの登場でございます。ようこそ谷さん、こんにちは。こんにちは、まりあちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。お願いします。はい、嬉しいです。あ、この VS シリーズのファンなの？いや、もう本当に大好きで、もう今もこう一緒に最初から見させてもらってるんですけど、どのシリーズも本当こう自分と話すきっかけをくれるというか、すごい自分に来て、もう今も泣きそうです、本当に。勇気をすごいもらえますよね。はい、次の作品は VS マシーンです。この作品では常に達成しなければならないというプレッシャー、人を機械みたいに変えてしまうことをテーマにしているんですけど、成功って簡単にやっぱ手に入るものではないし、努力が必要なんですけど、常に完璧を求められることで機械みたいになっちゃうっていうのはやっぱり皆さんあると思うんですよね。ある、はい、で私自身もそういう経験もあるんですけど、こう運命を変える時っていうのは結局やっぱり人とのつながりが大切だなっていうことも教えてくれる作品でした。わ、素敵です。それでは見ていきましょう。はい、せーの、どうぞ。どうぞ。毎日しんどいですよ。人間なのに。映像がすごいかっこいいですね。完璧を求めようっていう姿をロボットで表してるんですよね。いつもトップを決めるっていうことばっかりが中に入ってくるし、もうなんかプライベートと仕事も、ね、区別がなくなってますから、ちゃんと自分を管理しなきゃいけないみたいな。勝負勝負勝負。昔の感情がね、こう思い出して、負けちゃったけど楽しかったです。これを精神不安定って言われるのもすごい悲しいですね。思い出してるだけなのに。また一緒にバドミントンがしたいです。
また一緒にバドミントンがしたいです。感情はトレーニングさながらになる。勝つことがすべて。成功への道から外れるな。楽しかったです。勝利こそ意味を持つ。楽しかったです。勝つことがすべて。どんなに犠牲を払ってでも勝つ。もうやめて。もう我慢の限界ですね。完璧にマシンに入れ。私たちはマシンじゃない。勝つためにプレーしなきゃ。先輩、私思い出した。ただ楽しく二人でプレーして、完璧に追求すること、最強だったこと。プロの海から離れるな。勝つことがすべて。僕らのナイフと誰が完璧してるの。人間のスキルって本当に一番大事だと思います。改めてマリアちゃん、 VS シリーズ上演会第2弾に参加していただけて本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたかマリアちゃん。いや本当何度見てもすごい感情的になっちゃうんですけど、うん、いやもうこのお二方の見て自分の経験もお話ししてもいいですか。ぜひぜひお願いします。はい、はい、私あの 2,3 年くらい前まで、うん、あの大学生だったんですよ。あそうだよね。で大学を行きながらモデルの仕事をしてたんですけど、うん、あのその当時もモデルやってるのに大学行く意味あるのとか、うん、あのその年で専属の雑誌がないとか大丈夫とかすごいいろいろこうなんだろう、あの声が届いてきて、うん、なんか自分が行きたくて大学行ったしやりたくてモデルやってるのに、うん、なんか誰かのために完璧にならなきゃとか、学校もテストがあるから全部しな完璧にこなさなきゃ、でも仕事もあって仕事も全部初めてのことが多くて、うん、これも全部完璧にしなきゃとか、うん、もう全部こう自分を追い込んでしまって、うん、楽しくやってたっていう感情がなくなっちゃって、それこそ今の作品に流れてたみたいに、うん、もうロボットみたいに一瞬になっちゃったことがあって、うん、はい、であのこうファンの方とねこう触れ合った時に、うん、ファンの人に、うん、あのマリアちゃんのその両立してる姿がすごいかっこいいですとか、うん、いつも応援してますっていう声をもらった時に、うん、あなんか自分がやってることって間違いじゃないんだとか、うん、2つ同時に物事をすることって間違いじゃないって思えるようになって、うん、両方の面の自分を愛していこうって決めてから、うん、もっと自然なスマイルが出るようになって勉強もうまくいくようになってっていうきっかけがあって、うん、やっぱその人とのコミュニケーションで自分のこう運命が変わったっていう思い出があったので、うん、すごいこのストーリーに共感できました。しんどくなっちゃうし、でもその完璧を求めてるのって結局自分自身だったんですよね。なるほど。だからある意味自分がこう自分にプレッシャーとか うん、こうしなさいっていうのをかけすぎちゃって、はい、ふっと冷静になってこう客観視できるとすごい楽になって、うん、全然できない自分もいていいじゃんとか、うん、なんかメイクも濃いのが自分だけじゃない、うん、ナチュラルも自分だとかっていうのを見つけてから自分をもっと愛せるようになって、うん、毎日が楽しくなりましたね。すごいよ、うん、完璧な人なんていないですもん。いないよ、うん、もう私たちだってね、いない、うん、いっぱいミスってるし、そうです、みんながねそれで、でもそれがまたね、うん、自分のねあの魅力でもあるからね、うん、またこうしたね素敵ゲストの方を迎えて、皆さんを迎えて素敵な時間を過ごせたことを本当にありがたく思います。私たちで頑張るぞい、頑張るぞぞいぞい、ぞぞいぞいで、ということで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしてます。はい、それではせーの、大好き大好き、ラブラブラブ、チュ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 、素敵な休日を。